こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクリス・ザ・ソネット。綺麗なスタートを切りました。シルバーチャーム前に行きそうです。クリス・ザ・ソネット、それに続いています。さらにはキング・ピール11番、ボストン・ハーバー、その後ろグランプリイレブン、どうやら後方からの競馬では、前の方から先手を取ったのはクリス・ザ・ソネット、その外からボストン・ハーバー、名声オペラ、好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方からクリス・ザ・ソネット、先手を取りました。オレンジの帽子ボストン・ハーバー、その後ろ好位置をキープしています名声オペラ、並んで9番シルバーチャーム、ピンクの帽子シースパークル、その後ろ内からはキング・ピール、さらにはオーサム・アゲイン、その後ろにベーレンズ、その隣にアンダー・デ・ライト、クラシック・アイズ、それに続きます。これに続くのがクリアパーク。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ6番クリス・ザ・ソネット、まだ粘っています。ボストン・ハーバー、ほとんど差がありません。サンライト・ティターン、3番手名声オペラ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はボストン・ハーバー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はシルバーチャーム、シルバーチャーム先頭、リードを広げにかかります。残り 200m シルバーチャーム先頭だ。残り 100m シルバーチャーム差を広げる。2番手はオーサムアゲイン、シルバーチャーム1着、シルバーチャーム完勝、シルバーチャーム1着、2着はオーサムアゲイン、シルバーチャーム、アメリカ4冠を制し世代の頂点に立ちました。次に狙うはもちろん世界の頂点です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは競泳マーチ。綺麗なスタートを切りました。スカーレットミニスター前に行きそうです。競泳マーチ、それに続いています。さらにはエアマリー13番、クラフトアンサー、その後ろシャープキャプテン、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先頭は競泳マーチ、短期の逃げに持ち込みたいところ。その後ろからはビューティレジェンド、その外からフレッシュアドラーブル、赤の帽子ビューティーアート、その後ろその外からクラフトアンサー、並んで12番サニーブリザード、エアマリー、この馬もこのグループ。すぐ後ろにスカーレットミニスター、並んで10番ナイトウィンズ、すぐ後ろにアラビアベンチャー、シャープキューティー、そのうちに続いています。その外にグッドエリザベス、緑の帽子シグナルナイト、その後ろ最後方にシャープキャプテン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として5番競泳マーチ、サニーブリザード、ほとんど差がありません。ビューティレジェンド3番手。さあ競泳マーチ、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。競泳マーチ先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はビューティーアート、あと 200m。 競泳マーチ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はシャープキューティー、競泳マーチ1着、競泳マーチ完勝、競泳マーチ1着、2着はシャープキューティー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサイフォン。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りサイフォン先頭を伺います。ランドピール競りかけていきました。さらにはカワチェ大王、12番ルイカトルズ、その後ろジェントルメン後方に控えました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンドピット、5番カワチェ大王、2番手を追走。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサンドピット、5番カワチェ大王、2番手を追走。アルファベットスープ、すぐ後ろ緑の帽子サイフォン、その後ろ大きく離れましたアッティカス、並んで13番バブルダイヤモンド、ルイカトルズ、すぐ後ろ、そして大きく離れてランドピール、この位置です。並んで6番ビクタークーリー、そして大きく離れてオリエンタルセカンド、この位置です。先頭は依然としてサンドピット、2番手はカワチェ大王、絶好の手応えです。アルファベットスープ3番手カワチェ大王、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサンドピット、カワチェ大王2番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンドピット先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はアルファベットスープ、あと 200m サンドピット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アルファベットスープかわす、大外から一気にルイカトルズ、アルファベットスープ、ルイカトルズ1着、2着にはどうやらアルファベットスープ、勝ったのはルイカトルズ、見事な勝利です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。シルキーフォース前に行きそうです。サマースター、それに続いています。さらにはシングスピール、3番ベイラミ、その後ろアイスアルビレオ、後方から。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはクールラッキー、7番マヤのトップガン、2番手を追走。すぐ後ろにバラードプレイ、青の帽子シルキーフォース、その後ろ。では前の方から見てみましょう。クールラッキー先手を取りました。7番マヤのトップガン、2番手を追走しています。並んで8番シルキーフォース、内からはバラードプレイ。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。クールラッキー先手を取りました。7番マヤのトップガン、2番手を追走しています。並んで2番バラードプレイ、その外からシングスピール、その隣にシルキーフォース。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方から。先手を取ったのはクールラッキー、7番マヤのトップガン、2番手を追走。さあ先頭はまだ5番クールラッキー、シングスピール、ほとんど差がありません。前のトップガンいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った前のトップガン、前のトップガン先頭、あと 200m、 前のトップガン先頭だ。残り 100m、 前のトップガン先頭、2番手はシングスピール、前のトップガン1着、前のトップガン1着、2着にはどうやらシングスピール。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ゴーイングカントリー前に行きそうです。ストーミーソニア、それに続いています。さらにはナイアファン、8番クリス・ザ・ベンチャー、その後ろハイランド・ジーニアス、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはゴーイングカントリー、すぐ後ろにクリス・ザ・ベンチャー、オレンジの帽子ストーミーソニア、その後ろその隣にダイヤファン、その外からアリゾナ・アスペン、内からはファンシーノエル、もう一度先頭からゴーイングカントリー、先手を取りました。さらにはクリス・ザ・ベンチャー並んで13番ストーミーソニア、その外からアフターカード、内からはメジャービーム、並んで5番カフェブレイブ、その外にサーストンマジック、その隣にアリゾナ・アスペン、内からはアイアンバック。1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ゴーイングカントリー先手を取りました。さらにはメジャービーム、その隣にクリス・ザ・ベンチャー、その横にファンシーノエル、ストーミーソニア、この馬もこのグループ、アリゾナ・アスペン、すぐ後ろ内からはカフェブレイブ、その外からサーストンマジック。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭からゴーイングカントリー先手を取りました。その外からクリス・ザ・ベンチャー、さあ先頭は依然として9番ゴーイングカントリー、クリス・ザ・ベンチャーほとんど差がありません。ファンシーノエル3番手、さあダンスパートナー前を捕まえられるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったクリス・ザ・ベンチャー、クリス・ザ・ベンチャー先頭、残り 200m、 先頭はファンシーノエル、残り 100m、 ダンスパートナー抜けた。2番手はクリス・ザ・ベンチャー、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー完勝、ダンスパートナー1着、2着はクリス・ザ・ベンチャー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。